斜面に立ち上がってね。寄せちゃダメだぞ、これね。ここ外スキーが内足になって、まだ外スキーだけで立ってる。内足のアウトにスキー行かないとダメだぞ。コマネチしてコマネチちゃ。コマネチして手腰。手腰の方向性まで寄せちゃダメだぞ。重心がなく。ここみちゃんスキー寄せないで、両スキーで回転作って、ステップ絶対しない。切り替えてあげない。スピードなくなったら終わりだぞ。斜面へ。もっと押して、ぐー先端を。内足のアウト。かかってない。もう少し外スキーの位置遠く出せ。早く行こう、上。足の方向少し進行方向に左足、今度右足を右にってそう。ここみちゃんかかとね、内足もう少し返して、内足もうちょっと返して、そうそういう感じ。頭突っ込みすぎてるからね、前行かないようにね、横へ遠心力方向に押し返す動き、角度も揃える、先端回して、はい、右足を右にギューッと外スキーと同じ方に回してください。ここみちゃんちょっとね、中にね入りすぎて、頭だけ入ってんだけど、今はねそれでいいから中にシフトしてください。ここみちゃん内足もう少し返して、腰の、ここみちゃんちょっとね頭だけが入るから腰がスライドして内軸の上に行くと、こう内軸視点で、そういう感じなのに近い、そっちの方がいい。こみちゃんちょっとこっち中入りすぎるね、頭の位置ね。内軸に視点を置いて外回しってやつね。ちょっと中入りすぎるよ、これはね。頭の位置がちょっと前すぎるんだ。こっちはまずスピード与えて。スピードが緩斜面になったからスピード与えて。これ切れまで持ってってね、スピード少し与えて、立てね、踏み替えないように頑張って。ここみちゃんもっとタイミング早く、内足もう少し緩め、そう緩めて、内膝の向きにおへその中心線、もう少し沈み込んで、ここみちゃん手広げて、回そうって思わなくても、角立てればなくした時に回転口浅くならないようにして、深く回っていて、ももからだぞ。もう少しね、ここみちゃんを落差取りながら、くーんって、あんまり自分で回そうとしなくても大丈夫だ。オッケー。ザクッ。なあ。はい、もう一段。セットアップ入って。もう一段。入れ。入ってから、もう一段沈め。そうだ。セットアップから回転内側への移動で沈み込むんだね。もうちょいいるで、ぎゅう。そう。もう少し遠心力生かして。もうちょい垢抜けてくるといいね。内傾角度ね。これテンション与えたらどうか。もうちょいセット早くした方がいいね。もう少し押し返せ、ギャンギャンって遠心力押し返して、いいよ。伸ばせ、
ゆうなは懐ね、はい、浅くならないようにして、内足あんまり返しすぎ、返しすぎるっていうか足首だけで返しすぎるんだよ、はい、ももの外旋も含めてこう返していかなきゃダメ、さあ明かり化してきました、似てきました、もう一段、こみちゃんかこれ、ゆうきそれで帰るか、うん、はいよ。